カラフルな市松模様で彩られたマグカップ。ペーパーバッグやスニーカーに豊かな色彩の世界が表現されています。制作したのは片岡雅美さん。25歳の時に初めてフェルトペンで描いた作品が障害者アーティストの卵発掘展で金賞を受賞。以来作品作りにのめり込んだそうです。この日は片岡さんの知人も多く訪れており、鮮やかで大胆な色使いやキャラクターの優しい表情が描かれた作品に目を奪われていました。片岡さんの作品展は6月15日まで開催されています。